はい、日高屋に来ました。今日は2023年3月1日ですね。今日からですね、これですね、50周年。このちゃんぽんをですね、食べてみたいと思います。行ってきます。はい、ちょっと移動しますね。はい、すいません。はい、今食べてきました。はい、今回はですね、まあ、50周年の、まあ、イベントみたいなものなので、まあ、あんまりね、味は気にしないで食べようかなと思ってたんですね。日高屋さんもですね、普通に美味しいっていうのを目指してるみたいなので、でですね、今回ちゃんぽん食べたんですけど、スープはですね、まあ、リンガーハットさんとかに比べたらコクはないですね。ただ具材がですね、非常に多いですね、リンガーハットさんに比べて。まずエビも多い、イカも多い、あとアサリとかも入ってんですね。だから具材が多い、あと野菜もですね、結構多いですね。色とりどりですね。はい、うん、これね、結構ね、写真撮ったらインスタ映えすると思いますね。なかなか綺麗ですね。すごくいいですね。はい、普通に美味しいですね、本当に。麺はいつも通りのですね、あの味噌ラーメンとかですね、日高屋さんの味噌ラーメンみたいな感じの麺ですね。はい、そんなとこですね。うん、50周年なので食べてみました。これ期間限定なのでぜひ食べてみてください。あの貴重だと思いますね、日高屋さんのちゃんぽんは。はい、具材多いで安い、本当に素晴らしい中華チェーン店だと思いますね。はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。失礼します。